ユタ大学、ユタ大学、ザ・ユニバーシティ・オブ・ユタ、略称、ユー・オブ・ユーもしくは、ユーは、アメリカ合衆国西部に位置するユタ州、ソルトレークシティにある州立大学である。ソルトレークシティは、アメリカ西海岸から、飛行機で約2時間の位置に列地する。州の機関大学として、医学、科学、人文科学、経済学、教育学、工学、 芸術等の分野で100以上の学部専攻と92の修士、博士専攻を提供している総合研究大学である。大学院には都修で唯一の医学部であるを含む。メディカルスクールは全米で高い評価を受けており、全米でも有名なドクターを多数輩出している。コンピューターサイエンス学部は、ピクサーアニメーションスタジオ及び、 ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ創立社兼社長のエド・キャット・マルシア・アドビシステズ共同創立者のジョン・ワーノックを輩出したことで有名。設立は1850年。2015年現在、学部生23,909人と大学院生7,764人の合計31,673人の学生が在籍している。ユタ大学のメインキャンパスは、 ソルトレーク市街にあり、ダウンタウンにほど近く、キャンパスにはバストが乗り入れていて、ユタ大生は無料で利用できる。1500エーカーの広大なキャンパス内には、自然史博物館、英語版、劇場、英語版など様々な建物があり、郵便局、ゴルフ場や大学訪問者であれば宿泊できるホテル、ウナバーセットギストハウスなどの施設も有する。また、航空宇宙関係、 医学、情報分析などのを用している。2002年冬季ソルトレークシティオリンピックの際には、学内のライスエクルズスタジアムにて、会、閉会式が行われ、学生寮は、選手村として使われた。ユニオンビルディングでは、オリンピックに関連する展示が行われている。キャンパスは広大な敷地であり、学内には、キャンパスシャトルと呼ばれるバスが6路線、運行されている。 2014年9月1日、ザ・ユニバーシティ・オブ・ユタとして初の海外キャンパスとなるマカンピスが韓国 IGC 内に開設された。ザ・ユニバーシティ・オブ・ユタが提供する高いレベルの教育を韓国において受けることができ、卒業時には本校と同じ学位を取得することができるという点がアジアキャンパスの売り文句である。同キャンパスにはコミュニケーション、サイコロジー、 ソーシャルワークの産学部及びプブリックヘルスの1、研究科が設けられ、春と秋の入学を認めている。以下、17のカレッジ、コリッチススクールズから構成される上記のカレッジの中に、約100の学科、デパートメントを有する。シンクタンクのミルケン研究所、ミルコニ・インスティチュートは2017年4月20日、米国大学200校長に関し、基礎研究を 新しい技術、製品、企業などに発展させる技術移転の円滑な進み、具合に基づきランキングした報告書、商業化のコンセプト技術移転において優れた大学、コンセプト2カマーシャラゼーション、ザ・ベスト・ウナバーシティス・フォーテクノロジー・トランスファーを発表した。本報告書のランキングで上位3位にランクされた大学は1位がユタ大学。 ユニバーシティ・オブ・ユタ、2位が、コロンビア大学、コロンビア・ユニバーシティ、ニューヨーク州3位が、フロリダ大学、アンバーシティ・オブ・フロリダであった。学部課程への出願においては、トーフル・イブット80、ILS6.5 以上の英語力が必須。サキとは別の基準を設ける学部も一部あり、大学院課程は、各専攻ごとに基準が異なる。学部課程の入学審査では、 英語力以外の評価、高校の成績等も審査対象となり、英語力の基準を満たしても入学できるとは限らない。ユタ大学はいくつかの日本の大学との間に交流協定を有し、交換留学などの学生交流を行っている。現在、筑波大学、新州大学、岐阜大学、早稲田大学、日本女子大学、同志社大学、関西外国語大学、 法政大学などとの間に、大学間学術交流協定を締結している。2007年8月に、ユタ大学の学生日本人会である、日本アソシエーション座優が発足した。日本人学生のみでなく、日本に興味がある学生であれば、誰でも入会することができる。2012年7月現在、会員数は約250名。 スポーツでは従来マウンテンウェストカンファレンスに所属していたが2010年7月にパシフィック12カンファレンスパックマイナス -12 への移籍を発表2012年より正式にパックマイナス -12 に移籍したライバル校はヨタ州プロボにあるブリガムヤング大学通称ビュー楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください